イタリア海軍、イタリア海軍は、イタリアが保有する海軍。ローマ帝国の時代、地中海を主中に収める西洋最大の海軍国であったが、その崩壊以降、イタリア地域には様々な国家が勃興した。中世時代には、ベネツィア共和国やジェノバ共和国などいくつかの有力な海軍を保有する国家がなお馳せた。しかし正式に、 イタリア海軍と呼ぶべき組織が発足するのは、イタリア統一を果たしたサルデーニャ王国が、イタリア王国の発足に次ぐ形で1861年3月17日に、複数の海軍組織を統合していこうであろう。イタリアの統一は19世紀後半、サルデーニャ王国によってなった。イタリア王国となお改めたサルデーニャ王国は1861年3月17日。 統一以前に存在した旧国家軍の様々な組織を統合する作業を進む。その一環として、イタリア各地にあった旧国家、サルデーニャ王国、ナポリ王国、トスカーナ大公国及び強行領の海軍部隊を統合し、イタリア王立海軍、レイジャ・マディーナを組織した。統一以前の諸国家が持っていた海軍装備はなかなかのもので、それら全てを遺産として相続した。 王立海軍は、英英物の列強海軍を除けば戦列艦1隻、フリゲート9隻、コルベット4隻、半創船7隻を数える強大な海軍力を有する一大勢力であった。しかし、海軍の合同によってもたらされたものは、良いことばかりではなく、いくつかの解決すべき難点も存在した。まず一つ目に挙げられるのは装備の不均一性で、当然のことながら、 統一前の諸海軍は独自のドクトリンに基づいた官邸の設計や運用を行っており、それらを一堂に集めた王立海軍は運用面で極めて不安定な部分を残すことになった。さらに人材面でも同様のことが言え、それぞれが背景を持って英達してきた各海軍の召喚らは自らがイタリア海軍の指導的な立場を得るべく激しい政治、闘争を繰り広げた。 とりわけ統一元である旧サルデーニャ海軍派と、それと同等の海軍力を保有していた旧ナポリ海軍派の召喚らの対立は激しく、海軍結成から20年後の1881年に、リボルノに統合されるまで、海軍士官学校がナポリとジェノバの2箇所に存在したという逸話が、その激しさを物語っている。また根本的な問題として、当時のイタリアは、 近代戦争の要である重工業の力に乏しく、霊落著しいスペインと共に、フランス、イギリス、ドイツ、オーストリアなどの他の欧州主要国と大きく差を開けられていた。しかし、海軍大臣、カルロペルサーノはこの問題に対して、国家百年の計としての計画を立てることなどせず、外国からの購入という短期的な手段に終始するのみであった。 こうした問題のうち、少なくとも組織統一時の混乱は、主観学校の例のように時間によって解決される、手合いのものであったが、完全なる統一を急ぐイタリア王国政府は、国家統一からわずか4年後の186年に、早くも老大国たるオーストリア・ハンガリー二重帝国との戦争を始めてしまった。広島戦争と呼ばれるこの戦争で、 前述のカルロペルサーノ率いるイタリア海軍はペルサーノの士気のつたなさも手伝って苦い敗北を喫してしまう立差海戦。戦争自体はプロイセン王国の対象によって勝利に返したが対オーストリアでの苦戦は多くの教訓を海軍に残した。広島戦争後、イタリア海軍は海軍組織の統合や艦艇の強化を推進し、 欧州主要国として恥じぬ戦力を揃えていった。イタリア海軍は教師役をイギリス海軍にとり、ついで未熟なイタリアの国内産業を活性化すべく、イギリスから軍事企業の誘致を次々に行った。その中でもその最たるものがアームストロング社で技術革新の時代にイギリス最大級の軍事企業の協力が得られたことは大きく、 国内企業カステラマーレ造船所で建造し1880年代に相次いで2隻収益させた装甲艦、ドゥイリオ級2隻は全級であるプリンチペアメデオ級の常備排水量5854トンの約2倍の排水量1138 1トンを誇り、手法は当時世界最大級の艦砲である45センチメートル。 二2 0四口径全装式砲を連装砲がで二機四門装備、さらに当時の主力艦最速の十五ノットを誇るという地中海最強艦であった。これはフランス海軍が新たに建造していた新型装甲艦クールベキ級がイギリス装甲艦を上回る大口径の三十四センチメートル単装砲を四門搭載し速力十五ノットを発揮するということが様々な 情報により判明しいたため、これに対抗するには、イギリス総交換の模倣ではかなわないとして、時の海場の英断とイタリアの名造戦士官の設計により建造されたのである。これに対しフランス海軍は、42センチメートル、22口径炭装砲2機を搭載し時間の手法に耐える、原則防御力を持ちながら、速力15ノットを発揮する、解剖戦艦。 テリブル級4隻の建造で答えたが、イタリア海軍は、さらなる差をつけるために、後継は、カヨドリオ級より、やや劣る43.1センチメートル前装填式、単装砲4門を持ち、原則装甲を撤去した対象に、当時の巡洋艦並みの18ノットの速力を発揮する高艦、イタリア級2隻を建造し、ついでその改良型として、原則装甲を復帰させながら、 速力17ノットを発揮するルッチェーロディローリア級3隻をもって巨砲装行艦7隻体制で地中海最強艦を有する海軍国家として名を挙げたのである。この時ライバル国家であったオーストリア・ハンガリー二重帝国もドイツより技術導入を図っていたが技術導入先のレベル差や建造するドックの能力の低さのために低火力で小型の軍艦しか作れず 次第に建造艦の質はイタリア優勢となっていった。この急速な技術革新にはイタリア海軍による貪欲なイギリス技術の導入意欲とイギリス企業によるテストケースとしての新技術の提供というイエー双方の利害、目的が一致して多大な成果が発現れたものであった。技術提供を行ったイギリス海軍は フランスの巨砲装甲艦たちに対抗すべく 413mm 砲2門を持つ装甲艦、ベンボーやビクトリア級2隻を相次いで建造したが、それができたのもイタリア海軍での技術テストがあってこそである。こうした新技術の導入により強力な軍艦を多く得たイタリア海軍はイタリア政府の進めた植民地戦争においても活発に活動し、 井戸戦争ではチュニジアからトリポリまでの全海岸の封鎖を実行。トリポリトブルクデルナ、ベンガジなどの主要都市を艦砲射撃後に続々と海兵隊を上陸させ次々と占領した。1912年2月には、総甲巡洋艦、ジュゼッペガリバルディ級、ジュゼッペガリバディ、フランチェスコフェルッキオの2隻が占領したトブルクを出撃しベールートのオスマン帝国艦隊を強襲した。 ここには、総甲艦、アブニッラー級、アブニッラー、1870年建造、1907年近代化改装、二2310トン、15センチメートル、炭素砲4機、76ミリメートル炭素速射砲6機、12、ノットと、水雷艇、アンカラがあったが、イタリア巡洋艦隊はこれを一周して、湾内にあった、オスマン帝国海軍の軍艦手を撃沈してしまった。 さらに、イタリア海軍は艦隊による、艦砲射撃で、ダーダネルス海峡のオスマン軍砲台を無力化し、海峡の入り口を嫌いで封鎖してしまった。これにより、オスマン帝国の植民地に対する権威を失墜させた。ついで海軍は、ロドス島を占領した。陸軍が、オスマン陸軍のゲリラ戦術に苦しむ中、海軍は行く先々で、オスマン帝国海軍を一周して、 正解を確保し、バルカン半島方面に軍事的圧力をかけて、バルカン戦争の短所を作ることにより、井戸戦争の早期勝利を導いた。イタリア海軍の活躍により、トリポリトキルナイカ及びドデカネス諸島がイターに活用され、海軍の監視施設が各地に設置された。イタリア王立海軍は第一次世界大戦に連合国側に立って参戦する。 この対戦では再び、オーストリア・ハンガリー二重帝国と争い、陸軍が多数の死者を出しながら果敢に鉱山の陣地に挑んでは、少しずつ戦線を前に進めていくのとは、対照的に海軍は大きな海戦は行わなかった。これは、要領軍が主力、土球戦艦を出し惜しんだところに起因する部分が、大きいが、イタリア海軍は、 主力艦同士が互いを牽制して睨み合っている状況を巧みに活用し、アドリア海の出入り口たるオトラント海峡に席を築くことで、オーストリア海軍の潜水艦部隊を無力化した。これは連合国軍が地中海の補給線を維持する上で大きな効果を生じさせ、オーストリアイコールハンガリー帝国海軍は幾度にもわたってオトラント海峡突破を作図したが、そのほとんどが イタリア海軍に撃退された。唯一突破に成功したのは1917年5月に、ホルティ提督率いる巡洋艦隊がイグミ軍と来園していた、普通海軍の連帯失敗に乗じて、席の破壊に成功した時であり、翌年に席が修復されるまでに、多数の連合国商船が破壊され、オトラント海峡防衛の重要性が改めて認識された。 対戦後半に入ると、東西両面での陸戦における不利で、脱落の危機に瀕したオーストリア陸軍を救うべく、ドイツ軍は主戦場から戦力を引き抜いて、イタリア戦線へ配置し、彼らは発案されたばかりの新戦術、浸透戦術によって、イタリア陸軍に致命的な損害を与えた。イタリア陸軍は後方で戦線を立て直し、 ドイツ軍が引き上げた後に行われたオーストリア軍の単独勢を破り、逆に2万5千名の捕虜を取る勝利を得る、ピアーベ川の戦い。この戦いに並行する形で、オーストリアイコール、ハンガリー帝国海軍は、オトラント海峡のサイドの突破を目指して、前日の突破成功により一躍国民的英雄となっていた、ホルティ帝国を指揮官とし、それまで温存していた。 主力艦隊を出撃させた。だが、この出撃は、待ち伏せしていたイタリア海軍の提督率いる水雷部の教習に遭い、土球戦艦戦と一ュとバーンが撃沈されるという惨敗に終わった。陸海両面で勝利を得たイタリアは終戦まで、オーストリアを抑え込み、戦勝国の仲間入りを果たした。戦後賠償で、オーストリアイコール、ハンガリー帝国海軍から、土球戦艦、 テゲトフと純度級戦艦、エルツ・ヘルツォーク・フェルディナント・マックス、巡洋艦3隻、駆逐艦7隻を取得したが、戦艦は解体処分、巡洋艦のうち、サイダは、ベネツヤへ、ヘルゴランドは、ブリンディジと改名し、駆逐艦7隻も改名されて戦艦機のみ使用された。ここに、リッサオ機海戦での復讐は成し遂げられた。第1次世界大戦後の経済不安。 税収減により海軍装備の更新がままならず、旧式化が進む中、イタリア国内で共産主義勢力を下し政権を取ったファシストのリーダー、ベニートムッソリーには、不況により沈退していた国民感情を高揚させるため、地中海のイタリアかとイニシエのローマ帝国の復興を宣言し、海軍には旧式化した官邸の整備を命じた。傍聴政策により、国内企業は、 活気付き海軍予算も増えたことにより、まず駆逐艦の心臓が始まり、さらに、ワシントン海軍軍縮会議により、巡洋艦の基本建造プレゼンスが定まったことにより、球体化した装甲巡洋艦や戦利巡洋艦の代艦として、重巡洋艦、軽巡洋艦の心臓が始まった。この行為は、地中海の西部に位置するフランスの世論を悪化させ、 世論の後押しを受けたフランス海軍が続々と大型駆逐艦や巡洋艦を整備したことにより異仏独三国間で県艦競争が勃発した。やがてドイツ海軍がドイッチュラント急走交艦を発表し、それに対抗してフランス海軍が1931年に新戦艦、ダンケルク級の建造を発表したことにより県艦競争はピークに達した。 この頃のイタリア海軍の戦艦戦力は、前大戦時に建造した、コンティリカブール級2隻、3番艦、レオナルド・ダ・ヴィンチは1916年8月2日に、事故で、喪失と、カイオ・デリオ級隻で、どちらも、速力20ノット台の低速戦艦でしかなく、イタリア海軍としては、フランス海軍が保有している、土級戦艦、クールベ級3隻と超土級戦艦、 フロバンス級三隻への抑止力程度の価値しかなく、海軍としては、経済が復興した暁月には大艦を建造する予定であった。しかし、ダンケルク級の建造により、戦力バランスは、フランス優勢に傾いた。ダンケルク級に対抗すべく海軍はいくつかの小型、中型戦艦の設計案を検討したが、一から作ったのでは、フランスの新戦艦が先に竣航してしまうのは、 明らかだった。そのため、急遽、イタリア海軍は旧式戦艦4隻のうち最も古いコンテディリ・カブール級2隻に対して最新技術を用いた近代化改装を行うことを決定した。1932年のダンケルク級の寄港に遅れること1年後の1933年にカブール級2隻がドック入りし、そして1937年4月の ダンケルク春行に遅れること2ヶ月後の6月に、コンティリカブールのさらに4ヶ月後の10月に、ジュリオチザーレの近代化階層を終えることによりいづらくも間に合わせたのだった。しかし、1934年にはダンケルク級2番艦、ストラスブールが寄港しており、これに対抗すべく、イタリア海軍は、主砲に38.1センチメートル砲九門を持つ、 海水量3万5千トンの大戦艦、ビットリオベネト級の第一グループ2石建造を同年に発表。しかし、当然ながら、ベネト級の完成よりも先に、ストラスブールが完成することは明白であり、ベネト級の完成までの穴埋めとして、カブール級に続いて、カイオドイリオ級2隻の近代化海層1937年4月に開始した。しかし、この行為は、 フランス海軍には6隻の戦艦があるのに、イタリア海軍に実動可能な戦艦が、カブール級の2隻しかないということを意味していた。結局、カイオ・ドゥイリオ級2隻の海藻艦量と、ビットリオ・ベネット級の第一グループ2隻の収益は、第二次世界大戦には間に合わなかった。しかし、フランス海軍は、基準排水量3万5千トンで38センチメートル砲8門を持つ。 新戦艦、リシュリュー級2隻の建造を1935年に発表したため、イタリア海軍は間に合わないのを承知で、ベネト級をさらに2隻か建造することを決意し、1938年に相次いで寄港した。イタリア海軍は新たな仮想敵国となったイギリス海軍とフランス海軍双方の強大な海軍力に対し、 高速艦艇により攻撃する計画を立案した。この路線から後の第二次世界大戦時のイタリア海軍の主力艦艇の船体形状は高速性能を得るために重要比率の高い細身の形状をした独特の設計が採用されており高速性を発揮しやすいのが特徴で同時代のイギリス海軍の大型艦も同様の船体形状を特徴としている。また、 イタリア海軍が主に行動する海域は地中海であるために外洋でのしのげなみ性や航続性能は他国に比べ低いものでも良いとされた。そしてその分のリソースを防御性能や居住性に当てたため他国の同排水量の間に比べ後の時代になるほど攻防能力が高くなっている。しかしもともと性能の高くないイギリスの機関を参考にして 大出力機関を開発したために、第一次大戦後のイギリス新戦艦と同じく信頼性を犠牲に強いる感があり、また、致命的なことにそうした努力をもってしても根本的に工業力で上回っているイギリス海軍の領やフランス海軍の持つ出への不利は否めなかった。そのため、次第にイタリア海軍の戦術ドクトリンは第一次世界大戦のように、 主力艦艇を敵主力艦の牽制に用いつつ、潜水艦や水雷艇、駆逐艦などの小型艦艇の運用により敵海軍力を削ぐ戦術を施行し行った。第二次世界大戦の前哨戦となったスペイン内戦では本格的な参戦の前からイタリア海軍の潜水艦部隊が反乱軍側で暗躍し、スペイン海軍の軽巡洋艦を撃沈したのを皮切りに 多数の商船を沈めていい。また、本格参戦後もスペイン海軍の艦隊を強襲して、正海圏を奪い、バルセロナを砲撃したり、ジブラルタルの英海軍基地に特殊部隊が上陸し、停泊していた補給艦を破壊するなど盛んな活躍を見せ。イタリア王国が1940年6月10日に2度目の世界大戦に参戦したとき、イタリア海軍は、 世界で4番目の規模を持つ海軍であった。しかし、ムッソリーニの無策で、国際的に孤立していたイタリアは、数軸国側につく以外に選択肢がなく、結果として、主力艦以外ならば、同等の規模を持つフランス海軍と、数の上でも、質でも欧州最強を誇るイギリス海軍を同時に、相手にせねばならない、状況下に置かていた。また、 イギリスやアメリカなどからの石油輸入に頼るイタリアは外交的な孤立によって慢性的な燃料不足状態に追い込まれ大型艦艇の訓練や作戦行動も著しく制限されていたのも不安ようであった。頼みの綱である海藻戦艦4隻からなる大戦力も内実からすれば第一次世界大戦時に用いられた土球戦艦であり、 新技術を用いて徹底的に回収したものであるとは、いえ、イギリス海軍は、もちろん、フランス地中海艦隊を相手にするにも一枚落ちる、戦力でしかなかった。おまけにそのうちの2隻はドックで回収を施している、最中で、海戦時には、海装戦艦がたった2隻に過ぎなかった。ただこれには、事情があり、そもそもの経済不安や、工業力不足を押して、 対外戦争を続けたことで、イタリア王国軍は、陸海空いずれも疲弊した状況に行った。そのため、軍事大臣をはじめとする、閣僚陣や軍上層部は1943年以降の参戦を、ムッソリーニに求めており、海軍もそれに合わせた計画を進めていた。具体的には1942年頃までに4隻の新戦艦、ビットリオベネト級戦艦を建造し、並行して、 先に述べた旧式戦艦4隻の近代化改修も済ませることで8隻の戦艦を戦列に並べ、フランス海軍に、あるいはイギリス海軍へも局地的に対抗するという計画であった。しかしムッソリーニが予想だにしない早期の参戦を強引に決定したため、海軍はまだドックに6隻の戦艦が眠る状態で、戦いの下中へ放り込まれてしまったのである。 イタリア海軍にとって不幸中の幸いだったのは当面の敵と考えられたフランスが極めて早い段階で降伏したことであり結果として大仏船はジェノバ沖で二艦船と異軍砲台が放船を交わしたのみをわったしかしイギリス海軍が主敵となった後も戦力面や燃料面での不利からイタリア海軍はイギリスとの艦隊決戦に消極的であったイタリア海軍は 仮に、イギリス海軍に打撃を与えたとしても、工業力に勝る英軍はすぐに戦力を再建できるが、工業力に乏しい自軍にそれはできないとも考えていた。この方針により、イタリア海軍は、本土沿岸部防衛とアルバニアやリビアへの海上輸送の警備に不信し、主力艦隊は、イギリス海軍を牽制する存在としてオンズオンされた。 その代わりに奮戦したのはやはり全大戦同様に潜水艦や水雷艇などの小型艦艇であり参戦から一週間で潜水艦部隊が英海軍の巡洋艦二隻と潜水艦三隻を沈めている。大英戦は参戦二日後にクレタ島海域でイタリア潜水艦がイギリスの巡洋艦を沈めたことで始まりフランス降伏によって地中海は 英医療軍の戦場となった地中海の戦い。大規模な海戦が最初に発生したのは、1940年6月10日、リビアから帰還する途上にあったイタリア海軍の護衛艦隊、戦艦2隻、重巡洋艦6隻、軽巡洋艦8隻と、護送の最中だったイギリス海軍の護衛艦隊、戦艦3隻、空母1隻、駆逐艦16隻とが、 カラブリア半島の沖で偶発的に遭遇して起きた戦闘であるカラブリア沖海戦。この戦いは A 空母艦載機の空襲を移順洋艦の対空砲火が退けたところから始まり、戦艦同士の砲戦でイタリア戦艦一隻が損傷する一方、イタリア艦隊は A 艦隊にほとんど損害を与えることができいまま撤退した。この戦いの際に、 イタリア空軍と海軍との連携ミスが明らかになってしまい、これを知ったイギリス海軍は、意向大胆な航空作戦を仕掛けてくるようになった。一方のイタリア海軍は、火を覆うごとに、深刻さを増す燃料事情も、相まって、ますます艦隊行動を制限するようになり、スパドミ沖海戦などいくつかの小規模な海戦を、除けばほとんど海戦を避けるようになった。 イタリア海軍は、イタリア半島南端のターラント海軍基地に、主力艦艇を集結させ、イギリス海軍を牽制する策、原存艦隊主義に出たが、これは完全な裏目となった。イギリス海軍は、先の海戦で知った、イタリア海軍は、空軍とうまく連携できていないという弱点をつき、小規模な航空隊に、ターラントを奇襲させたのである、ターラント空襲。この攻撃では、 イギリス側の予想通り、イタリア空軍は海軍の要請にすぐに応えることができず、旧式戦艦一隻が撃沈、旧式戦艦と新たに巡航していた新型戦艦一隻がそれぞれ大破してしまうとい、結果に終わった。この戦いは、海戦の主力が大型砲船艦艇から航空機と空母へと移り変わったことを示したが、それが分かったとしても、イタリアの工業力では、 航空艦隊の心臓など到底叶わぬことでり、本拠地をナポリに移した海軍は、より一層消極的になっていった。1941年4月、前年にアルバニアからギリシャに侵攻、ギリシャイタリア戦争をしたものの苦戦していたイタリアを支援するため、ドイツはギリシャに侵攻したギリシャの戦い。それに対してイギリスはギリシャを支援するための援軍を派遣したが、 この派遣軍は海を隔てたエジプトから補給を受けていた。このためドイツはその補給路を断つことをイタリア海軍に対して強く要請し、要請を断りきれなかったイタリア海軍はしぶしぶに大規模な出撃を行うが、従前を上回る規模の空母と艦載機、そして最新式のレーダーを装備したイギリス海軍の前にその双方を持たない。 イタリア海軍は全く歯が立たず、重巡洋艦三隻を失う大敗北に終わったマッタパン沖海戦。これにより一度は地中海の正海権をイギリス側に完全に奪われてしまうが、イタリア海軍は温存されていた戦艦隊を用いた強行突破で北アフリカ戦線のための補給戦団を届けたり、さらに 海軍の特殊部隊による破壊活動でアレクサンドリア沖に停泊していたイギリス戦艦2隻を大破させるアレクサンドリア攻撃など様々な努力で北アフリカとの補給線の維持に努めた。だがイギリス軍はマルタ島を拠点とする作戦活動で次第にこれを抑え込み戦いの中心はマルタ島への独位空軍の空襲へと変化していった。 マルタ島とその近辺での通商破壊戦が激化する。一方で、イタリア海軍はいよいよ大型艦艇が運用できないほどにまで燃料不足が深刻化していた。1942年の時点で艦艇用の燃料はほぼ底をつき、停泊していた新造戦艦3隻も、もはや鉄の置物と化していた。そんな状況でも小型艦艇は噴戦を続け、 海軍の特殊部隊が中立船に偽装した輸送艦、お寺を拠点に多数のイギリス軍の輸送艦を撃沈している。同様に潜水艦部隊もドイツ海軍の要請で1940年8月にフランスのボルドーにベイタッサムと呼ばれる基地を設け、9月から潜水艦29隻を大西洋側に開港し、急戦までに86,483トン撃沈の タッツオーリ、9万600トン撃沈のアルキメーデなど戦火を上げた多くの潜水艦を排出している。燃料の枯渇したイタリア海軍は1942年8月以降、一切の大型艦の出動が行えず、1943年に入ってからはついに潜水艦も動かせなくなった。わずかに水雷艇のみが活動を続け、イギリス海軍の駆逐艦を撃沈するなどの戦果を、 あげていたが、戦線はイタリア本土に迫りつつあった。連合軍がイタリア本土への上陸、ハスキー作戦を開始すると、イタリア海軍の提督は残存していた、戦艦3隻を機関とする主力艦隊を編成し、方々からかき集めた燃料を積み込んで出撃にこぎつけ。ベルガミーニ提督は、称賛がなかったにもかかわらず、 海軍の死に場所を用意するために出撃を決意し、上陸を進めていた、連合国軍の輸送艦隊に決戦を挑もうとしていた。しかしその頃、イタリア王国政府では、政変が起こり、ムッソリーニが失脚、新たにバドリオが首相となり、連合軍との休戦を模索していた。そんな最中に連合軍に切り込めば、休戦交渉が決裂するのは明らかであり、バドリオは、 海軍参謀長と共に戦後の国益を優先するようベルガミーニを説得。これによれたベルガミーニは突撃を断念して連合国軍に合流することに同意した。だがこれを知ったドイツ空軍は連合軍への合流を阻止するために皮肉にもイタリアで実験が行われていた新兵器リッツ X による攻撃を観行し同兵器の直撃を受けた機関ローマは撃沈され。 ベルガミーに提督も戦死した。これは、戦死上、初めての対艦ミサイルでの攻撃であり、航空機の発達により劣勢に追いやられていた、戦艦が、決定的に過去の遺物となったことを意味していた。終戦後、イタリア王国は生態を変え、イタリア共和国となった。これに合わせて、海軍も解明し、イタリア軍事海軍、マリーナ・ミリターレ・イタリアーナとなった。 第二次世界大戦以降はイタリアは大きな戦争に参加していないが、冷戦期は西側と東側の境界にあるということから、北、大西洋条約機構、NATO の一員として重要な役割を担った。現在のイタリア海軍は、軽空母を有する世界でも有数の海軍であると言える。ラスペツや、ベネツヤ及びターラントに海軍交渉がある。海軍は、 海軍参謀本部の下で5つの主要司令部に組織されている。1999年10月1日に再編成され一家の通りとなっている。改編前には4つの海軍艦区と潜水艦司令部が存在していた。総海艇や支援艦艇は各艦区の部に配備されていた。召喚坂に艦舎士艦兵。2011年6月現在。ジャーヌ。 s ファイティングシップス p 2011から2012より、歴代艦艇については、イタリア海軍艦艇一覧を参照。LPH 2011年6月現在、ジャーヌ s ファイティングシップス p 2011から2012より、軍艦機の中央に使用される紋章は、中世、地中海の派遣を争い、海洋共和国と呼ばれた都市国家の紋章を組み合わせたもので、 左上が、ベネツィア共和国、聖マルコの獅子、右上が、ジェノバ共和国、白地に、赤十字。左下が、アマルフィ公国、青地に、マルタ十字。右下が、ピサ共和国、赤字に、使徒を示す十二の玉のついた白十字。この紋章入りの旗は、商戦においても軍艦機の王冠を除いた形で、用いられる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。